じゃんけんってさ、うん、日本のじゃんけんは、うん、グーチョキパー、グーチョキパーね、うん、インドネシアのね、うん、じゃんけん、うん、インドネシアにもじゃんけんがあるのよ。はいはいはい。あ、もうね、そうそう、向こうにもあるんだ。向こうにもグーチョキパーみたいなじゃんけんがある。はい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 。そのね、インドネシアのじゃんけんが、はい、そのこれがゾウ、これこう、これがゾウ、はい、あのこのグーグーグーみたいなやつね。はいはいはい。これがゾウ、ゾウ、はい、で、この人差し指立つ、これが、うん、人、人、はい、ゾウ人、はい、で、これがアリ、アリ、うん、ゾウね、はい、ゾウは人に勝つの。だから人とゾウが喧嘩したら、まあ、はい、ゾウの方が強いやん。まあ、それはな、ペチャンやん。そう、だからゾウが強い、ゾウが勝つ、はいはい、これじゃんけんしたね、はい、で、まあ、人とアリ、うん、ね、だったら、その人が勝つやん。そう、まあ、うん、アリとかその潰せるし、うん、パン、うん、うん、もう勝った、勝つやん、はいはい、ね、勝ったよ。ほんで、うん、アリとゾウやったら、うん、だからアリが勝つのよ。なんで？おかしくない？アリでしょ？でもそこでアリが勝った、アリが勝たんとちゃんとじゃんけんならんやん。いや、それは確かに、ね、成立はせえへん。で、そのね、ゾウは人に勝つ、わかるやん、わかるよ、イメージつくやん、うん、ペチンね、はい、で、人はアリに勝つ、アリ潰したら、はい、ペチン、何でもできる、殺虫だ、マグロ、何でもできる、はいはいはい、勝てる、はい、ね、はい、アリがゾウに勝つ、うん、その理由が、うん、ね、なんて耳の中にアリが入るやん、ゾウの。そしたら、痒かったり痛かったりするけど、ゾウは耳からアリを追い払うことができんから、アリの勝ちっていう。どういうことやって。あの、爪の甘すぎる理由っていう、ね。最後そこだけ。どういうこと？だから、ね、アリが、なんかゾウに入り込んで体をこう侵食して、その殺すとかではなく、殺すとかじゃないアリが耳に入って、モヤモヤするけど、そのアリを、外に出すことができんから、うん、アリの勝ちっていう。どういうことやねんそれ。なんでそれで納得したんや。